警備を行うシンガポール警察部隊。シンガポール警察部隊のグルカ兵。シンガポール警察部隊は、シンガポールの警察機関。合計97の警察署を有している。1820年に、シンガポール帝国のウィリアム・ファークアーにより創設された。現在、シンガポール警察は27,691人もの警察官を有している。警察の貢献により、 シンガポールは非常に高い治安及び事件解決率を実現できているとされる。シンガポール警察は空港警察や交通警察、沿岸警備隊のほか犯罪捜査や犯罪防止を担当する部門など経営17の部署により構成されている。その中には武装作戦を行う戦術部隊があり特殊部隊であるスターやグルカ兵部隊を有している。 シンガポールの警察は、手錠、催涙スプレーやテーザー銃、拳銃、サブマシンガンだけではなく、突撃銃や機関銃、火砲や対空機関砲までといった軍に準ずる装備を有している。ありがとうございます。